トラックは A 男子110メートルジュニアハードル準決勝です。大会記録は14秒24。3組行われまして、各組2着まで、そして3着以下上位記録2名が3時45分に行われる決勝へ出場いたします。それでは第1組出場選手を紹介いたします。第2レーン、岸海一君、白崎大阪。第3レーン、林優雅君、小山富山。第4レーン、滑本圭一君、川崎橘神奈川。第5レーン、矢崎亮介君、宮前平神奈川。第6レーン、池田唯人君、重信愛媛。第7レーン、牧翔太君、附属小倉福岡。第8レーン、松本雅人君、青梅に東京。第9レーン、柴崎俊樹君、神町山形。以上8名の出場で A 男子 100m ジュニアハードル準決勝第1組です。準決勝は第1組です。さあ、4レーンの鍋本くんが先頭、予選ではトップ通過。リプレイをご覧ください。正面スタンド右側のスクリーンです。そして結果も表示されました。1着なめもとくん、川崎橘14秒70。2着松本くん、青梅に14秒91。3着矢崎くん、宮前平14秒92。向かい風 1.2 メートル。4着以下はスクリーンをご覧ください。